うん、いい時はすごいここが、うん、あ遅いって思う、うん、けどやっぱそう2回目の時とかいやちょっと来るなだからちょっと構えてあんま初心者にはできないからイメージできないからやってきますところでそう最後最後にポンってくるあこうがダメじゃん。そう、先端で。その肘が浮きます。はい、こっちですでしょ。でもこれがこっちで、こうしたら、こっち乗ります。こっち、まだ開きません。だからちょっとこう、大げさに言うと、こういう、超一流選手なんだけども、もうこういう状態になったら、ここに引っ掛けて、ザコレッジに引っ掛けて、そうなんですよ。あんまりですか。顔もなんですよ。で、ファンクさん。そうそうそう、うん、ちょっとヘッドを置き去りにそう最後にやってきて最後の最後にそう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 すごいそっくするうんすごいする、うん、何も考えてるかそう何も考えてないそっくつって思わなくてもするじゃんじゃあこの関係だけでも体の向きを変えてボール右でもいいんだよ本当に体の前から、うん、胸の前、胸郭の前から腕はこうずっと変わってないんだよ、うん、その先端をこの丸に一発で合わせたら10億円もらえるっていうのが何か超ゆっくりだと思うこうやってやるこれがアマチュアの人のボールあー分かる頭いいから先端を先端に重ねようするとそっちをチョイスするじゃんこうだとさ、そう自然難しい、難しいすごくこれが世の中のゴルファーを苦しめてる一番そう、でも逆にね、パンプ取っていって取っていって、もうこれターゲットとりあえず、これをとにかく強く叩いたら100億円もらえるようになる、はい、これがプロゴルファーってだけだだから僕は言ってることもこいつに導きたいだけなんだ実ははい、無理だもん、当たんないもん、これで100億円切ってそう、そう、綺麗普通に飛ぶよ、これだったらすごいで、ちょっと上げるときからもう動くのかなこういう意識もずっとちょっと決まですかでは、こっちじゃなくて海外そう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 ずーっと、ずーっと肘が体の前から全然肘はね、そう一回もじゃあこうなんないってことですよこれが、そう、これがもちろんこういう人もいるじゃん例えばピケレーラのようにこうとか、うん、そう、いるんだけど普通にあるこうちゃんとかやっぱオーソドックスの人は肘支点でいるから肘支点で回すとこれが、そう、こう来たのが、うん、こういう動きなんですよこれが高い位置にいるのかなそう、ないでしょこれちょっとイメージしてそうするとダウンで意識しなくても、いちいちてもう決まってるから、ここしかなんないじゃん。こういう感覚で言うと、外れます。そう。肘が最短でくる。そう。そう。そう。だからワックスミルでもスッてこういうふうに、こっちをこういう感じにしとくと、ちょっとイメージ入れておくと余計にしなくて。どこ行ったんですか確かに。まっすぐ。うん。あと後ろ。